こんにちは、コミーです。今日はこちらです。麻ひもとピュアリネンの色番2番白ですね。これを引き揃えて編んでいます。丸底のバッグをね、編んでましたね、この間ね。8号で編んでいますいきなり丸底のバッグを編んで、あれは撮影の後に、仕上がって、で一応あれはあれで満足したんですけど、やっぱりその最初に思い描いていた大きめのやつっていうのを、作りたいなっていうのがあって、でやっぱりそのイメージしてたのは麻ひもみたいな感じだったので、じゃあ麻ひもで編みましょうっていう風になったんですけど、麻ひもだけじゃないんですよね、構想としては。で何かと引き揃えるんだけど、いや何かなって思って、でこの白いのを引き揃えてみました。で麻ひもの残りがこんなもんなんですね。まあどのくらい編めるのかっていうのがちょっとわかんないので、まあやってみようっていうので、まあ丸底で編んできて、で増減なしの段を2段ぐらい編んだかな。でその後ウパクロを編んで編み始めている段なんです、今ね。麻ひも硬いからウパクロが編めるのかなっていうのがちょっと心配な点だったんですけどね。まだこれ1段編めてないんですよ、ウパクロ。ウパクロじゃなくても硬いですよね、麻ひも。この細編みのところももちろん硬かったので、1段バクロ編んでみてどうかなっていうのを確認してる感じですね。ダメだったらちょっとやめようと思っている感じで今やってみているっていうとこなんですよ。一気にここまで編んじゃったんですよね。結構手とか痛くなってて、だから手袋はしたんですけど、疲労が感じられるくらいです。だからこれ一気に編んじゃいけないものなんですよね、やっぱりね。だからこの疲労感が来るから朝はやめようと思っていたんだけど、でもやっぱり思い描いているものが朝で、別に特別な形ってわけじゃないんですよ。もうほんとただ丸底のバッグだから、ありふれた形のものなので、何か新しいものを思いついたからっていうわけじゃなくて、編みたいものがこれっていうだけなので、まあ無理して編むことはないんだけど、でも編みたいものを編まないでいるっていうのもなんかストレスですよね。編んでみて、あ、これはもう手が痛いからダメだってなったら、そこでやめればいいだけの話だから、まあいいや、じゃあ編んでみようって言って編み始めて、ここまで一気に編んじゃってっていう流れです。でもちょっと手は痛いんだけど、まあでもまだここで止まる感じじゃないんですよね。だからとりあえずちょっとここで動画撮っとこうって思って今撮っている感じです。最初はね、続かないかもしれないと思って、このここら辺だから、そこで動画にするのはちょっと嫌だったから動画にしてなくて、で、あ、なんだここまで編めちゃったんだと思って動画にしました。もしこれウパクロでいけるようなら、外に持っていくバッグという体で一応作っているので、内布をつける感じかなっていうふうに思っています、ウパクロでいけるならね。9段か10段かな、そこ丸底の部分はが割と大きめですよね。23センチぐらいって
感じかな。編み上げると結構大きめかなと思うんですけど、でね、麻ひももどこまで持つかっていうのも、前に白い麻ひもも買ったことがあって、これと白い麻ひもの2個、このサイズのね大きいやつは今まで2個買ったことがあって、あとはあのホームセンターに売ってる小さい巻きのは買ったことがあるんですけど、だからこれ足りなくなっちゃうようなら買い足さなくちゃいけないのかと思って、なんか前やっぱり手が痛くなっちゃったりしたから麻ひもはもう編まないなとか思ってたんですよ。まさか編みたくなるとはって感じです。これ微妙な、編んだ方がいいか、ちょっと一段じゃ分かんなかったな、ちょっともうちょっと暴露で編んでみて様子見たいと思います。これ今増減なしの1、2段編んで暴露が1段目というところです。どうなるのか、編めるなら暴露でいきたいと思ってはいます。自信がないでも思ってたよりも編める、麻ひもだからすごく編みにくいのかなと思って、暴露がね編めないかもしれないなって思ってたんですよ、その硬くて。でもその思ってたよりは硬くないっていうのかな、細編みでも硬かったからね、そんなにそのウパクロだから硬いっていう感じではないなっていう感じです。だから編めるっちゃ編める気がしている。このね白い糸はまだあるのでこれは足りなくなることはないと思うんだけど、麻ひもがどれぐらいいけるかなって感じですね、この量だとね。もう1段目のところでちょっと目が揃ってないっていうか、その多分力加減が均一になるのが難しいっていう感じがしますね、麻ひもだと余計に。ウパクロの感じもなのかもしれないけど、その目を揃える、テンションを揃えるっていうかな、目の大きさを揃えるっていうのが、まあ、だからちょっと編み進めて様子見たいと思います。それでは飲み物いきます。今日のコールドカップ、ゆずシロップの炭酸割りです。
今日はちょっといつもと違って完成するところまでという動画にしてみたくて頑張った感じです。まあまず前に丸底を編んだ時に作りたいと思っていた大きいバッグっていうイメージがやっぱり麻だったので、麻紐でやりたかったっていうのと、これは思っていたものよりは全然小ぶりなんですけど、ちょっとウパクロでいけるのかっていうのも確認してみたかったので、これ作ってみた感じです。で、思っていたよりウパクロがそんなに大変じゃなかったということが分かりました。麻紐でも編めるっていうことが分かったので、ちょっと今麻紐をね買っちゃおうかなとか思ってるくらい、もう麻紐こんな残りなんです。もう家にはこれしかないっていうのと、このピュアリネン残りがこれくらいなんですね。で、最初に途中のものを使ってこれ2玉目なので、2玉あれば余りが出る、これよりもっと余りが出るというような計算になります。内布もすごいざっくりで、この途中動画でちょっとうまく映ってるかわかんないですけど、そこはもう作らず、ただ筒っていうのかな、もう長方形の袋状に縫っただけなので、底の部分とか分かれてない感じなので、本当にざっくりな、だからぴったりしてない内布です。ただポッケがね、まあ仕切りとして使えればいいかなと思って、で少しこの伸びるかもしれないというのもあって、内布もちょっと余裕がある感じになっているような気がします。手ぬぐいですね。でマグネットも一応つけました。それでこの紐は右と左とは言わないか、2つ変えてみました。はい、これはまあ私の趣味でございますね。そして初めて使ってみましたダイソーのベルトで、肩掛けにするのにここを切ってしまうとやっぱり短いから、これを使っています。これもしかしたら全部開けるとこの穴が目立たないのかもしれないけど、汚く開いちゃったらかっこ悪いのでこのまま使います。で、かしめでつけました。こういう感じですね。たくさんは入らないけど、まあ、貴重品とか入れる感じにできるかなと思います。はい、白いのがちょっとどうだろう、もうちょっと白が主張してもいいかなとも思ったりはしますが、まあこれはこれでねいいかもしれないなという感じでしょうか。はい、ということで今日は麻紐とピュアリネンの白を引き揃えて、ウパクロの丸底バッグを作りましたという動画になりました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。